松井和夫が一番似合ってる。どうも、おまっとさんでした。平八郎です。ライオンズ公式 YouTube の方で、ライオンズクラシックの例の96年から2001年まで着用していたビジターユニフォームのね、着用のスチール撮影の方のね、模様がアップされてましたけど、やっぱりなんて言ったって、松井和夫が一番似合ってる。本当に似合ってる。現役の選手たちには申し訳ないですけど、もう本当に松井和夫が一番似合ってる。うん。ぶっちぎりです。まあ、どうしても、思い出補正が、かかってしまってます、そこは。申し訳ないですけど。すげえかっこよかったじゃんだって。どうしましょう、あのかっこよさ。今の、ファンの人たちにも気に入ってもらいたいです、と。っておっしゃってましたけどね、松井さん。気に入らないわけがない！もう、できればですけど、このライオンズクラシックの、期間の間、結構4月から9月までちょっと長いんですけど、髪金髪にしていただけませんかね、本当に。松井さんね、松井ヘッド、ぜひ金髪で、金髪とあとピンクの手袋ね、ピンクのバッティングローブをつけてね、ベンチに出てほしいですよね。よだれ出てくるわ。ほんと。どっかこの、このライオンズクラシック、見たところ、4月はイーグルス、そして7月はソフトバンク、そして9月に、ファイターズと戦う予定になってるんですけど、これどっかね、始球式で松井ヘッドコーチには出てほしいですよね。バッター役として。で、ピッチャーが、そうだな、日ハムあたりで、ガンちゃんあたりと、こう、対決してほしいですよね。一打席勝負、始球式でどうでしょうかね、これ見たくないですか。ガンちゃんダメだったらもう、芝草いいね。ミラバルいいね、島崎剛とかもいいですけどね。島崎剛もいいな。ぜひ、松井和夫ヘッドコーチ、始球式で、一打席、どうでしょう。ごめんなさい。今日の動画はこれにて終了。チャンネル登録、いいねボタン、そしてコメントの方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた明日お会いしましょう。さようならライオン。